皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ニュークリエーションチャーチの三好章久です。今日もリビングライフのテキストを用いて神様の言葉である聖書からご一緒に教えられてまいりましょう。本日は2021年9月の12日の日曜日、聖書の箇所は旧約聖書詩詩記18章1節から13節。タイトルは神のいない時代の特徴、偽りの確信と自己正当化です。私たちが信仰によってダイナミックに生きる、そのことについてご一緒に教えられてまいりましょう。詩詩記18章1節から13節。その頃イスラエルには王がいなかった。ダン部族は自分たちが住む相続地を求めていた。イスラエルの諸部族の中にあって、その時まで彼らには相続地が割り当てられていなかったからであった。そこでダン族は彼らの諸子族全体の中から5人の者を、ツォルアとエシュタオルから有志たちを派遣し、土地を偵察して調べることにした。彼らは5人に言った。行ってあの地を調べなさい。5人はエフライムの山地にあるミカの家まで行って、そこで一夜を明かした。ミカの家のそばに来た時、彼らはあのレビ人の若者の声に気づいた。そこで彼らはそこに立ち寄り、彼に言った。誰があなたをここに連れてきたのですか。ここで何をしているのですか。ここに何の用事があるのですか。彼はミカがこれこれのことをして雇ってくれたので、ミカの祭司になったのだと言った。彼らは言った。どうか神に伺ってください。私たちのしているこの旅が成功するかどうかを知りたいのです。その祭司は彼らに言った。安心していきなさい。あなた方のしている旅は主がお認めになっています。5人の者たちは進んでいってライシュに着き、そこの住民が安らかに住んでいて、シドン人の習わしに従い平穏で安心しきっているのを見た。この地には足りないものは何もなく、彼らを押さえつける者もいなかった。彼らはシドン人から遠く離れていて、その上誰とも交渉がなかった。5人の者たちがツォルアとエシュタオルの身内の者たちのところに帰ってくると、身内の者たちは彼らにどうだったかと尋ねた。彼らは言った。さあ彼らに向かって攻め上ろう。私たちはその土地を見たが実に素晴らしい。あなた方はためらっているが、ぐずぐずせずに進んでいってあの地を占領しよう。あなた方が行くときは安心しきった民のところに行けるのだ。しかもその地は広々としている。神はそれをあなた方の手に渡してくださった。その場所には地にあるもので欠けているものは何もない。そこでダンの氏族の者600人は武具をつけてツォルアとエシュタオルを出発し、登っていってユダのキルヤテヤリムに宿営した。それゆえその場所は今日に至るまでマハネダンと呼ばれている。それはキルヤテヤリムの西部にある。彼らはそこからさらにエフライムの山地へと進み、ミカの家に着いた。私がまだイエス・キリストを信じ始めた頃、
高校生の頃だと思うんですけれども、日曜日の礼拝のほかに水曜日の夜にこの祈祷会っていうのがありました。で、あの家のすぐ近所に教会があったので、この水曜日に祈祷会に行っていたんですけれども、その時にですね、ある方がこの、聖書のメッセージの前に証しをするっていうか、自分たちの信仰のこの体験談とかそういう話をする時間があるんですけれども、その方がですね、証しをしたんですけれども、その方が言うにはですね、この信仰生活というのは信仰が必要な道と信仰が必要じゃない道があったとしたら、まあ、信仰が必要な道を選ぶと神様の祝福があるんだということをですね、おっしゃってたんですね。信仰がなくても歩める、そういう平坦な道じゃなくて、信仰がなければできないような道、そっちを選ぶべきだということをですね、おっしゃっていた。で、まあ、その方はおそらくなんか会社をですね、立ち上げようっていうか独立するっていう、そういう人生の場面だったような記憶してるんですけれども、でそのことはですね、私の心の中にこう深く入って、そして人生のこの選択をするときに神様に求めて、イエス・キリストがいなければ、神様がいなければなされないだろうと思う方をですね、この選ぶように心がけてきたんですけれども、私たちがこの今日のテキストを読むと、このダン部族っていうのが出てくるんですが、ダン部族はこの神様が割り当てた地をですね、このまあ戦いによって占有しなければならないんですけれども、戦いを避けて別のところをこの求めるっていう、そういう部族として描かれてくるんです。一説に、その頃イスラエルには王がいなかった。ダン部族は自分たちが住む相続地を求めていた。イスラエルの諸部族の神に中にあって、その時まで彼らには相続地が割り当てられていなかったからであるとあります。で、割り当てられてたんですけれども、このそうしていなかった、それを選んでいなかった、自分たちの目で見て良いと思う地を選ぼうとした、まあ、こういうことですよね。で、しばしば私たちも神様が導かれているところはちょっと難しそうだなむしろですね、自分の目で見てこっちがいいなって、そういうふうにしてしまうことがあるかもしれないです。でも私たちがもしですね、神様が、割り当ててくださった場所ですね、そこをこの、選んで進んでいくならば、まあ、最初はですね、いろいろ困難があるかもしれないけれども、しかし必ず祝福がある、ね、そのことを覚えたいと思うんです。で、その時に、まあ、彼らは、まあ、その反面教師なんですけれども、この、まあ、ダン部族っていうのはですね、このその自分たちの相続地を探すために出かけていくわけですが、このミカという人の家のところにやってきてですね、この祭司を見つけるんですよね。で、5節にですね、こう書いてるんですね。彼らは言った。どうか神に伺ってください。私たちのしているこの旅が成功するかどうか知りたいのですって言うんです。まあ、祭司っていうのは神様と人間の間に立って神の言葉を語ったりいろいろする、まあ、そういう役割ですよね。で、その時にもうこの祭司はですね、言うんです。安心していきなさい。あなた方のしている旅は主がお認めになっています。おお、主がお認めになっているのかっていうことになるわけなんですけれども、でも実はこの祭司はですね、このミカがこの雇った祭司であってですね、このレビ人だっていうことで、レビっていう族っていうのは祭司の部族だから、だからこの若者やこの自分たちの家の祭司として雇われてた祭司に過ぎなかったので、本当はですね、この神様の言葉なんか聞けないはずなんです。で、それが証拠にダン部族は神様から割り当てた地があるわけですから、本当は神様の言葉だとしたらですね、そんなこと言ってないでこの旅はうまくいかないぞって割り当てた地を占有しろって言えば、あ、そら神様の言葉だなってことになるのかもしれないですけれども、まあ言ってほしいことですね、その目の前の人が言ってほしいこと、まあ単純に安心しなさい、大丈夫ですっていう、まあ、そういうことをですね言ったわけです。ですから私たちはここで、私たちは本当に神様の言葉を聞くかどうかで、これがですね、非常にこの重要ですよね。いつでもなんかポジティブシンキング、いつもいいことがあります、いつもなんかイエス様を信じたらうまくいきます、そういう話はちょっと眉唾かもしれないですよね。むしろですね、私たちは個人的に心の中に神様がぐっと語りかける声で、この声を私たちは聞くことができるわけです。日曜日にもちろん礼拝に行けば牧師が、説教者が説教しますよね。でも説教者がする説教を通して、自分の心の中に語りかけられてくる、これが重要なんですよね。頭で聞くっていうのももちろん大事ですけれども、しかし神様はじゃあこの今日の説教として自分にどういうことを語ろうとしてるんだろうかっていうことが
直接個人的に聞くということがですね、これは非常に重要です。でその時には私たちはその神の言葉によって自分がやろうとしていることを方向性を変えられるかもしれないですよね。自分がお前がやろうとしていることは間違ってるぞって言われるかもしれないですよね。いつもかもこの応援してくれるとは限らない。ですから私たちは自分がの言ってほしいことを言ってくれるっていうんではなくて、いつも神の言葉を聞くっていうことが重要です。そして2番目は何かっていうと、2番目はですね、まあそういうわけでこの5人の者たちはライシュっていうところに住んで、そしてそのライシュっていうところに住んでる人たちは、まあ他の外界とあんまり交流がなくて、この平穏で安心しきっている、あんまり普段戦いがなくてですね、無防備な人たちだっていうことを発見するわけです。でそれでですね、彼らは、ああよかった、ここだったら自分たちが攻め入ったら簡単に攻め落とせるぞっていう、そういうふうに思うわけです、ね、でそれでまあ彼らはこのところを占領していくわけなんですけれども、9節を読むとですね、さあ彼らに向かって攻め上ろう、私たちはその土地を見たが実に素晴らしい、あなた方はためらっているがぐずぐずせずに進んでいって、あの地を占領しよう、あなた方が行くときは安心しきった民のところに行けるのだ、しかもその地は広々としている、神はそれをあなた方の手に渡してくださった、その場所には地にあるもので欠けているものは何もない、まあ、見たところですね、もう自分たちが求めているものがぴったり当てはまる、まあ、そういうことですよね。ですから私たちは確かにお祈りをして自分が求めているものが目の前に現れたら、あそうだこれだって、そういうふうに思わないでもないかもしれないです。でもですね、ここで一つの問題は、この簡単にその場所を占有できるっていうことです。この物語的にコントラストになっているのは、神様が割り当てた地は占有するのは難しいよ、そして神様が割り当ててない土地は占領するのは簡単だよっていう、そういう比較になってるわけですよね。ですると私たちが教えられる教訓は、安心しきっている民のところに行くのが本当に御心なのかということを問わなければならないということです。簡単すぎてちょっと待てよと、本当に神様はここに導こうとしてるんだろうか、何の戦いもないような、この信仰の戦いもないようなところに本当に導こうとしてるんだろうかということを私たちは問われなければならないということです。宣教していくときに、より困難な地を神様選べって言ってるかもしれないですよ。でそのことを私たちは、戦いが大きい方が神様の御心である可能性がありませんかということですね、問うことができると思うんです。そして3番目は、私たちはここでこのダン部族の人たちがですね、結果的に服を占有して偶像礼拝の場所にしていくわけなんですけれども、この自分たちのやりたいようにやっちゃうと。でこれは一種のですね、この自己満足っていうことですよね。自分たちが求めていたものが手に入ったから、だからよかったって、自分たちがそこで、いろんな自分たちの考え通りにやれてよかったって。でもそこでやってることは何かって言ったら、自分たちの宮を建て偶像を礼拝し、神様の御心に反したことをやってるわけです。ですから、まあ、私たちもですね、日本で住んでいるとですね、まあ、安全でお金があって豊かでシステムがあって、なんていうか、神様信じなくても普通に生きていけるっていう、言えばそうなわけですよね。でそういう中で私たちは本当に神様を求めるっていうことはどういうことなのか、自分は本当にお金もあるし、保険もあるし、年金もあるし、もう健康もあるし、仕事もある、それで満足しきっていたらですね、本当にその神様の御心は何なのかっていうことですね、神様は自分に何を求めているのかっていうことですね、もう一度、まあ、問う、まあ、そういうこともですね、もしかしたら必要かもしれないですよね。だったら私たちは宣教のために何をできるか、貧しい人のために何ができるか、困っている人に何ができるか、私たちは神様の御心を求めるべきだって、自己満足で終わるべきではない。でそのことをですね、ぜひ覚えていきたいと思うんですよね。ヘブル人の手紙10章6節にですね、信仰がなければ神に喜ばれることはできませんだんですよね。神に近づく者は 神がですね、報いてくださるんだということを信じなさい、こう教えています。ですから私たちも信仰が必要な人生、その道を選んでダイナミックにですね、神様が導いてくださる、そのことを大喜びして生きる人生と導かれてまいりましょう。いかがでしょうか。今週新しい1週間になって、
復活のイエス様、生きておられる方はどのように私たちを導いているでしょうか。先週から引き継いでいるいろんな問題があるかもしれません。その問題を解決するために、もしかしたら困難な道、信仰が必要な道を選ぶように神様がおっしゃっているかもしれない。しかし、もしそのことが本当に御心だと確信したら、大胆にその道を歩んでいきましょう。そうすれば、神様が開いてくださった道で、神様しかできない素晴らしい祝福が待っている。そのことをぜひ経験して、主が生きておられる、そのような人生を歩ませていただきましょう。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、私たちが日頃の生活の中で自己満足で終わることがないように、私たちがあなたがこれを取りなさいと言った、そのあなたが用意してくださる幻に向かって大胆に信仰によって歩んでいくことができるように、主よ、今週も私たちを導いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。